っていう、まだそんなことやってるっていう感じなので、で、問題は、大阪の事態が非常に深刻なので、特に検査ができないどころか、12,700名の、感染者の集計が漏れていた。未集計だった。それから、札幌以来の統計を見ると、これもグラフ見ていただくとわかるんですけど、大阪はダントツなんですね。真ん中のとこ出てるやつ。これ359人なんですけど、一番上が全国平均で151人なので、倍以上。これ死亡者ですか？100万人あたりの死亡者数。うん、で、まあ、北海道も今すごいんですけど、これも291人になってるんですけど、うん、これは全部共通してるんですね。大阪が徹底的な失敗モデルなんです、うん、で、これの配合を探っていくと何がおかしくなっているかっていうことが分かってくるんですね。で、一つは検査ができない、あるいは検査の集計さえできないっていうのは、2000年の4月に、大阪市内で保健所が一箇所になっちゃったんです、うん、で、各、まあ東京だったら各区に保健所があるんですけど、これが全部保健福祉センターになって、どんどん非正規化が進んでるんです。非正規労働者になってる。で、これじゃきちんとフォローもできなきゃ検査もできないっていう状態が今の枠組みではなりますよね。から私立の環境科学研究所っていうのは検査と研究をする場所、それから保健所を統括する大阪府の公衆衛生研究所、これを二重行政の解消といって統合して独立行政法人にして民営化しちゃった。で、さらにですね、最近は2018年に私立住吉病院を閉院したんですね。これも二重行政の解消といって府立病院と私立病院一個にしましょうと、こういう話にしたんですが、病床削減政策をした結果、自宅療養が大量に生まれ、検査もできずっていう医療崩壊状態を大阪が繰り返しているっていう背後にそういうことができてるんですね。起きてるんですね。で、じゃあもっと元を正せばどうかっていうと、この身を切る改革と二重行政の